はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。吉田つ様、佐川信之様、ご支援ありがとうございました。佐川さんは浦安支部長ですね、支部長はええのに別にね、ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。松戸市議選選挙ポスター貼り、ボランティアさん、運転手さん、乗り込み員さん募集であります。運転手さんはご自分の車を持ってきていただけると大変ありがたいであります。11月13日日曜日10時新松戸駅西側集合、ご参加くださる方は半分けの都合はありますので、事前にですねお名前、車両の有無、バイクでのご参加も歓迎をご連絡ください。靴沢良治@gmail.com であります。よろしくお願いいたします。飼い犬が総理になって鼻息が荒い、財務省、車の走行、重量、環境に応じて課税をする道路利用税新設、道路利用税新設、これ一般道も高速みたいに料金取るっちゅうのがね、株式の譲渡益や配当から得られた所得に対する金融所得税増税を議論しているそうで、そういえば言ってたな、岸田な、 20% 取られてるんですけど、あの株売って儲かったらその儲かった分の 20% ちょうだいっていうのを今やってるんですけど、これを 25% にしっかななんて口滑らしてまして、非難合々で、金持ち国外脱出しちゃうよって言われて、最近言われなくなったみたいなんですけども、影ではこんなことやってるいう話であります。さらに調子こいてる財務省、消費増税と所得増税を検討開始、これもやっている。いやー、鼻息荒すぎて鼻もげそうやんけ財務省は。ネットの反応です。再配分ちゃうんかい、なんで消費税増税なんや、海外へのばらまきやめろや、何兆円もばらまきやがって、税収最高額なのにこれって国家運営に失敗してるってことじゃ、無理やり使い切るのやめえや、外国人生活保護と国保使わせんのやめろ、しゃあない、日本から出てくしかないわ。これは金持ちに増税したら金持ちは脱出できるからね、ひろゆきとかみたいに脱出しちゃうよな。いい加減増税自体が限界なことに気がつけと。税収過去最高額なのに増税の不可解なんですけれども、現在の実質税負担率は 48.1%、国保税が年間104万円に上がるから、まあ2万円程度、上がるみたい、でさらに増えますよね。NHK 受信料は年間3万円弱ですけれども、月2170円だっけかな、もう実質税金だって考えればですね 50% 超えてんじゃなかろうか。財務省が目指してるのはですね、原始共産主義の主体思想であります。それぞれの収穫を集めてですね、村人に公平に分配するっつうですね、農村共産主義とでも言うのかな。ポルポトはこれ、目指しましたね。これを財務省は目指してまして、で分配役を務めてですね、絶大な権力を振るいたい、これが財務省の目的、真の目的。だから 100% 徴税したいんだ本当はね。で 100% 分配通配給制度、戦中の配給制度みたいなの目指してんだから、理屈が全く合わなくても、増税は財務省にとって大正義であると。問題はですね、財務省の暴走を止める人や組織がないことであります。金にクリーンだった安倍総理は財務省には強く出れたが、岸田は飼い犬じゃないですか。本来こういうの批判すべき存在のですね、テレビ新聞は国税にガサ入れされると非常に困るし、軽減税率外されると息の根止まるしで、財務省に全く逆らえないですね。我々にできることはですね、財務省が目指してるのは 100% 徴収で我らを奴隷にすること、SNS その他で拡散することぐらいですかね。まあ個々のスピーカーが小さくても数の多さで、頑張りましょう。子孫のために。安倍総理の襲撃の黒幕はひょっとしたら財務省かもしんねえな、疑っております。そのぐらい岸田政権になって調子こいてるよな。
安倍総理の喪失で調子こいてるのは財務省ばかりでなかった、自民党内のですね夫婦別姓を推進するバカ野郎どもが存在するそうで、その会があるそうであります。まあ、会合が開かれて、よろしくお願いしますみたいなことを、言った、らしいんですけど、夫婦別姓を推進するバカ野郎どもは浜田誠一防衛大臣、浜子の息子です。岩谷武志元防衛大臣、ピグモンみたいな顔した、全然分かってない、バカ大臣だった。パチンコから金いっぱいもらってる、野田聖子、小渕優子、その他20人程度、まあこの辺はそうだろうなっていう風ですね。ネットなんす、戸籍がめちゃくちゃになるよ、公約と違うことやるってやめてくれる、賛成してる党に行けよ。自民党から出ていけばいいのに。行政の仕事が増え、コストが上がるんだろ。そもそも誰が望んでるのか。美容師30年やってるが一度も聞いたことがない。別姓にしたい人に出会ったことも聞いたこともないんだが、秩序を壊して国力を削ぐのが目的である。母親と子供の姓が違い、そして兄弟同士も違ったらさらにモンペが増えそう。モンスターペアレントのことですか。すげえあのクレーマーの親、クレーマー親つった方がいいかな。どちらかの姓にするのが嫌なら結婚しなければいいじゃん。これも正論ですよね。スターリンが夫婦別姓&事実婚でええよっていう制度を実施して、目的はですね、女性の忠誠を家庭から国家に向けるため、夫よりも自分に忠誠を誓ってほしいってスターリンが考えまして夫婦別姓やったんですね。その結果、結婚がなんとなくのものとなり離婚率大増加。まあ、結婚のあの価値が下がったってことですよ。母が違う姓ということで家族の一員という自覚が薄れたのか、青少年が不良化、子供が不良が増えた、未成年犯罪激増、10倍にも20倍にもなったそうであります。結婚の価値が低下し、やり捨て横行で何百万人という少女が自殺の餌食に。結局社会が大混乱して慌てたスターリンは十数年で別姓やめて元に戻しましたけどね。別姓推し勢力の狙いは戸籍の破壊と、かつてソ連であったような社会を混乱させることであります。戸籍が混乱すれば背乗り、なりすまし、灰乗りっていうものかな、も容易に、困窮者と日本に敵意を持つなりすましが増えればですね、自分らの革命仲間が増えると思ってんだな。あとなりすましになればですね、投票権も持てるので、そういうようなね、あの党に投票してくれる、これもあの狙ってるんでしょうか。暴力革命にはですね、倒さないといけない魔王と変えなくてはいけない絶望的な社会が絶対必要じゃないですか。出なければなんでそこまで、今のままでいいよっていう人が多ければ暴力革命できないもんすからね。これのためにテレビ新聞が連日連夜、日本はダメだ、海外を見習えてやってんですわ。詳しくは千年王国ウィキで検索してください。それに夫婦別姓と言ってるけど、これ親子別姓ですからね。母親と子供の姓が違い、そして兄弟同士も違ったら、先生全然父兄覚えらんねえじゃん。文大統領の金夫人とかさ、でも息子は文とかさ、混乱してっぺって話。事情があって女性がですね姓が変わるの嫌だったら男性が女性の名字になればいい話でね。で男性がそうだよね、納得できる理由があるなら変えてくれるでしょ。思いやりがある男性だったらね。きちんとした理由があっても変えてくれないな。男は思いやりないんだし、どっちもですね性が変わるの嫌、男も女も変わるの嫌って言い張って決着つかないんだったら、お互い寄り添えない二人ってことだから結婚すべきでないんですわ。結婚の資格ないっちゅうかさ、そんなね、あの相手に寄り添えないどっちもなんだったらね。解雇された元 TwitterJP 社員がトレンド操作を主導でやってたと自白しておりました。ネットの反応です。こいつ自分がどんだけ危険な自白したか分かってない。ほんと最悪のタイミングでオンゴールかましてて笑う。勉強はできるバカ。買収されて正解だったら
パヨの憩いの場だったんだね。普通の商売人から見たら不可解な無駄遣いや横領私物化が横行してたってことだろう。正確性や中立性に基づいて、はぁ、スパムとクソニュースばっかだったし、ガイドラインは非公開ってなんだよ、ツイッター JP 赤字出しまくってたし、一度も黒字になったことなかったんだって、ツイッタージャパン。恣意的な運用でエコ引きして、自ら自社製品の価値を毀損してたら、そりゃそうだろ。こういう連中ですね、首にして正解ですね。現に今も何の問題もなく動いてるし、最初からいらなかった人材なんでは。これで黒字化したら、面白いですね。たちまち黒字化したら、バカ社員首にして、黒字化したら面白いですね。左翼に取り憑かれると会社傾くって実例になってね。私が社長や会社の人事だったら、クビになった元ツイッター社員絶対雇いませんよ。だっていなくなっても業務に何の支障もなく、ツイッター今日も稼働してんもん、動いてんもん。リストラされた朝日新聞社員、毎日新聞社員、あとはフジテレビ社員も絶対雇いませんけどね。そのツイッタージャパンのオフィス、今週中にも完全閉鎖だって。はい、クビになった社員でも一体中で何を仕事として称してやってたのか、いなくなっても全然困んねえ連中が大量にいたわけですけど、何を業務と呼んで遊んでたのかって話ですね。こんな役立たずもは絶対に雇わないぞ、絶対に。ツイッター買収したマスクさんの野望、ツイッターは世界の情報源として圧倒的に正確になる必要があり、それこそが我々の使命。ツイートしておりました。ネットの話、パヨイライラ、左翼顔面超ブルー、赤なのにデマタグ垂れ流しができなくなっちゃう。これに反対する奴らは捜査の恩恵を受けてましたって自白しているようなもんだわ。元社員やこれまでの利害関係者が勝手にわめいて今までの悪事を漏らしているの最高に笑える。どん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 自分で暴露してるんでしょうかね、これ。事実を話すとアカウント凍結、スポンサーが気に食わない内容があると圧力かけて凍結、こんなありえない運営しているからだろう。だから買収されて正されるんだろう。バカパヨと拷問は正確な情報源になっては困るじゃないですか。やだーっていうですね。バカパヨと拷問は間違った情報を人に信じさせるのが仕事ですから、つまり嘘つくのが商売。左翼優遇ツイッターがこんなになっちゃってね。源頼朝、帝に逆らう者、この日の元に居場所なしを思い出すな。どんどん居場所を失っていけ、バカパヨと拷問はさ。これらがツイッターから逃げ出して2ちゃんに流れるんですかね。ヤフーコメントはなんかね、投稿に携帯番号必要になっちゃってハードル上がっちゃったなんて。マスクさん共和党に投票、 NHK 発狂、波紋を呼びそうだ。これは騒いでほしいっていう意味ですね、 NHK が。ネットの反応、何が問題なの。ひろゆきに続いてイーロンマスクも最後の正体に気づいたようだな。民主党を応援した歌手とかは英雄のように報道してただろうが、個人の意見でなんで波紋呼ぶんだよ。イーロンマスクは民間人だぞ、何言ってもいいだろ。問題発言してる NHK の方がよっぽど異常だ。 NHK のあり方とか常に波紋呼んでるけどスルーか。そもそも自分たちは中立だと嘘吹く NHK が異常。トレンド操作どころじゃない、 NHK は潰すべきだと思っております。11月23日祝日NHK スクランブルでも開催、渋谷区神宮通り公園に13時30分集合、前と同じ場所です、前と同じ構図です。スクランブルにすれば NHK の収入は半分以下になり崩壊します。このデモを NHK はじめ全てのテレビと新聞はガン無視決め込んでおります。よろしくご参加くださり。俺も参加したがテレビはどっこも報道せんかった。歴史の証人になってください。ついでにそれをあちこちに書き込んでください。よろしくお願いします。正式な告知は後日開始いたします。あんまり日にちが前のデモの申請とかやらしてもらえないですよね。急な道路工事とか入るかもしんねえしということで、今日のその他のニュース、内閣支持率低下に喜んだ C 和夫君、構造的賃上げと言いながら中身だし、大企業の内部留保活用で賃上げの提案にも耳を貸さず、消費減税を給付した上、医療も介護も負担増、
これでは国民に響くはずもないと、支持率 3% に言われたくねえだろ、よそのうと言ってる場合か。で、共産党の支持率は、それでもあんたらの支持率の何倍もあんだろうが、など大好評を博しておりました。カズオの言葉は国民に響いてっかな、バカパ用にしか響いてないんじゃないのかな、最近ボケが激しいですね。なんか認知症のが激しくなってきました。光の戦士原口くん、みんなが苦労して積み上げてきたもう一心して壊す者がいる。自分だけが賢いと独断で決める者がいる。仲間にも共感されない者が有権者に支持されるはずがない。またお前が言うな案件ですかね。有権者に支持されないのはあんたらも一緒でしょうね。前半はひがみ、後半は自己紹介ですな。立憲の同僚に向かって言ってんのか。みんなが苦労して詰めたものを一瞬にして壊す者がいる。民主党政権のことやんけ。で、あんたらの支持率はなんぼなん、などなど大好評を博しておりました。バカパイがなんか言ったらですね、聞かずにお前がいいなって罵倒すればいい説の根拠がまた一つ増えました。国際観艦式で韓国海軍が旭日旗に敬礼した結果、発狂した野党議員が国会で旭日旗のパネルを叩き折りました。韓国は島根県竹島を盗んでる神聖な軍事的国であります。日本人はそう思ってない人が多いけど、向こうはきちんとに日本を敵国と認識して敵視しております。こんなこと国会でやってる議員が旭日旗のパネル叩き折ってるやつがやんややんやと韓国民大喜びだっちゅうからね。日韓断交、竹島奪還が正しい日韓関係だと私は思っております。ソウルハロウィン154人圧死事件で、失神した女性の服をわざと脱がし救助や心肺蘇生に見せかけて体を触っている男がいた。混乱した女性に声をかけお持ち帰ろうとする男がいた。大勢が倒れている現場で大音量で音楽を鳴らし酒を飲んで踊りまくる集団をいくつも見た、などなど。同圧死事件で、警察は現場でバッグ124個、服258着などを回収しました。遺失物の重量は 1.5 トンにもなりますが、財布や貴金属はほとんどありません。現場に居合わせた一般人が盗んだ可能性、救急隊員が盗んだ可能性、警察が盗んだ可能性、またはその全部の可能性。まあ、いっせ韓国人が韓国人から盗むのは全く構わない。むしろどん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 やってくれ。だが竹島と仏像は返せばかやろ、っていうのが感想であります。まあやってんないつもの韓国だな、いうような感じでね。というわけで、松戸のポスター貼りボランティアさん、車も乗組員さんももうちょっと欲しいであります。特に乗組員さんが欲しいかな。車でなく来ていただける方、どうかよろしくご協力くださいませ。メール等員さんも大募集であります。デトックスジャパン。